102は2001年制作のアメリカ映画。101の続編。ストーリーはオリジナル。主演は前作同様、クルエラ役のグレン・クローズが務めている。日本では2001年3月10日より日劇プラザ他全国、ロードショー。同年9月19日に VHS と DVD のレンタルが開始。 10月17日にスペシャルエディションの DVD が発売されている。映画ポスターなどのキャッチコピーは、ロンドンからパリへクルエラに捕まった101匹の仲間を救え。前作から3年後、クルエラデビルが仮出獄し、心理操作で愛犬家、エラになり、立ち退きを余儀なくされたステイヌホーム、セカンドチャンスを買い取って支援したり、ドッグショーを開催する、等、愛犬家として、 あらゆる活動を繰り広げていた。一方、クルエラの保護観察官クロエが飼っている3匹のコダルメシアンの1匹、オットボールはダルメシアンなのだが一つもブチがないことを悩んでいた。クルエラの受けた治療にはビッグベンの時計塔の鐘の音によって元に戻ってしまうという欠陥があり、実際にその事態が起こる。かつての自分に戻った彼女は、 再びダルメシアンの毛皮でコートを作ろうともくろむ。彼女は執事、事アロンゾに命じて、犬泥棒をさせ、その罪を、セカンドチャンスの責任者、ケビン・シェパードになすりつける。夫は、セカンドチャンスに収容されている動物たちや、クルエラの飼い犬フラッフィー、さらには、ケビンや、アロンゾといった人間たちの協力を受け、クルエラに捕まった親兄弟を助ける。その後、 クルエラは逮捕され、再犯となったため、個人資産をステイヌホームへの寄付金として全額没収され、人もなし、出事にまでも裏切られ、天外孤独の身となった。クロエの愛犬たちセカンドチャンスケビンとイワンが経営するステイヌホーム施設。問題があって捨てられたり、諸事情で飼えなくなった犬たちを保護している。しかし度重なる経営難から立ち退きを余儀なくされるが、 クルエラが買い取り、彼女の支援で豪華な改装を施された。クルエラが逮捕されたその後は改装以前の姿に戻り、アロンゾから800万ポンドが寄付された。その他、その他の日本語吹き替え、青野武、史、伊藤博、緑純子、石森達之、津田映蔵、長島祐一、磯部雅子、河野智之、岩本由美子。ありがとうございます。